皆さんこんばんは。インスクリプション続きをやっていきたいと思います。釣り人を釣った食べ物として見たが、その凄まじい不臭が君をおじけづかした。前回釣り人倒したんだよね、確かね。夕食は後回しということだな。そう、ボスを倒し終わったところで考えさせてくれ。君の肺に入り込んだ。降り落ちる美しい雪景色をもってしても、君はおかんから気をそらすことはできなかった。君が登った先は、接戦地帯だったということで、どういうルートで行くかだね、これね。これ何のマークだろうね。カバンかな。トラップのマークもあるしね。これなんだろうね。強めなのかな。これ今自分が持ってるカードだよね。正直こんなにカードいらないよね。これが出れば最強なわけですよ。だからカードの数を減らしてきたよね。そうなった時に、生贄カード的なそういう感じのあれが欲しいとこだけど、それとあとまだ謎が解けてないのは、今のところここの下の2つって感じですね。これなんかあるんじゃないかなと思うんだけどね。これで鳴らそうとしても4にしかならなくて、でこれ動かせないんですよ。これ動かせないからな、どうしようもなんないんだよね。持ってくることできないしね。ここいじれないんだもんね。こうしたからって、あ、5になったわ。5になりました。興味深い。もうじゃあ、ちょっとこれも挑戦してみる？これは、動くね。3の2ってこれ攻撃カードなの？ 2 にしかなんない。これこうだろう。あれ2にしかなんない。2にしかなんない。ヤモリが動かない。うん、やっぱどうにもなんないよね。これだけで、あ、意外と下に動かせる。3になる。あ、これが動かせないんだよね。これ以外使い道あるかって話だよね。これだけじゃ2でしょ。でこれ入れると3になるんでしょ。これを入れても2にしかならない。これなんだろうね。このヤモリ下に持ってこれないんだね。まあこれはまたいっか。はいはい、プレイに戻りましょう。雪道行きましょう。そう、カードの枚数を減らした方がいいと思うんだよね。ん？体力の試練だ。3枚のカードを引き、少なくとも体力が6あれば合格。コストか。コストはちょっときついかな。攻撃力の合計。攻撃4。でいきましょう。OK ね。ネズミの、これ何？方向に進む。捧げても死なないのはいいんだけど、これは4個手に入る。コスト高いのちょっと入れてみるか。
ちょっとカバン行きましょうか。ハサミで直近しようか。哀れなオポッサム。これ何これ。氷時計。黒ヤギ。生贄3になるんだよね、これね。骨4個得るか。これでいくか。おっと、効果カード付き持ってるな。敵は、うーわ、もう強いの出てくんじゃん。モグラは特にあれだな、攻撃ないけど、ムースがやばいね。3ってやばくない？レオナルトは骨がないとダメか。あ、もうあれか。どうしちゃおうかな。あ、しかもこれ骨2か。リスもここに置いとくしかないね。黒ヤギ使ってムースを召喚する。黒ヤギ使ってムース召喚で、カードとして出せるから。よし。で、ターンを終了。横にずれたな。ほい。カマキリか。そうね。これを生贄にしてカマキリ召喚で、ハサミを使って直近。ムースの力は誰にも止められない。この調子でいけば来た。最強のカード。このままターン終了できるんじゃない？よし。このトラップなんだろう。俺の皮とても綺麗だぞ。ああ、これ屋さんか。無料で1枚やろう。もらっちゃおうか。よし、商談成立だ。売ればいいんだもんね。で、ここか。HP プラス2ね。HP 強くなるか。他を選んで。HP 強くなるなら、ヤモリか。ムースこんないらないよね、正直ね。ヤモリの耐久値上げるか。いや、もうすべてはヤモリにするか。体力強化。カードの枚数減らしたいな。ドクロ戦闘でカバンは最後に寄りたい。
ここ勝てるかだな。ほんとこれさ、空いた場所を、これきついよな。そうね、とりあえずリスでカマキリ生贄にして、ここに配置して、ウサギの皮だな、骨1個か。女王アリも選択できないしね。そうね、リス引いて女王アリというよりはこっちか、エルク2か、生贄2か、ないね。骨はあんだけどないね。これは勝てないぞ。天秤が動いてしまった。ダメだな、一回負ける。どうにもできねえもんな。骨系がないしね。働きありにしたところだよね。まあ一個消えるだけですから。よし、行きましょう。カードは正直いらないよね、新しいカードって言っても。ネズミの王、あれ結構ボス戦までまだ先あるじゃない。これかな、オポッサム。骨がいいかな。いや、これか。オポッサムで時間稼ぎだな。ここで負けるとあれよ、また。エルクか。1ターン目に強くなるやつか。3体でできてんじゃない。どう使う？骨がないと召喚できないから。1でしょ？ 1 だったら？ウシガエルでなんとかなるけど、骨がないから、これを使って、別の生物にダメージを与えるとその生物は死ぬ。これは？攻撃力1失う。倒してもらわないと困るかな。大丈夫大丈夫大丈夫。横に動いたな。ネズミの、ネズミの骨を得れるけど攻撃力的にどう？これを使って鬼に配置。カエルがやられた。押し切れるかな。
押し切れそうだよね。リスにしてネズミにする？ネズミの鬼の位置か。このまま3で押し切りたいよね。こうだな。どう？よし。ふう、ここは？あ、皮売れるとこですね。これは骨ご親玉。おお、隣接する。隣接するね。これにしようか。他はいいかな。え？交換しないといけないの？マジか。これにしとこう。ああ、狼のこれは攻撃受けると。このクラーケンは謎のあれだな。強いのかどうかが分かんない。狼のこれ、その場所に一歩生み出されて右に移動する。これ強いんじゃない？じゃあこのままカードを得てボス戦行きましょう。黒ヤギ、リスと豚か。リスと豚とポッサムね。無償でワンターンキルするに、いや豚、これで挑みましょう。さあ出てきましたよ。男が君の前に現れた。君はそのものをすぐに思い出した。罠漁師だ。彼の持ち物を調べようと近づいたが、彼は君を制止した。悪いが、今日はお前から皮を得ることになる。おう、全てを元通りするプランを持ってる。ヒントくれましたね。3枚のやつか。出だしこれってやばくね？これ何？これトラップ、これ攻撃はないんだね。この2体を倒しちゃえばいいわけだから、どうすっかな。幼虫も進化しないと使えないんだよね。罠の意味合いは、この印を持つカードが死ぬと対峙している生物も死ぬ。皮が1枚手札に生み出される。皮っていうのはどういうことだ。でこれ飛行生物だから岩が意味ないんだよね。いいか、もう倒しきれねえんだよな。倒しきれない。幼虫出して一旦待つか。オコジョも出して生贄に捧げる。そうすればオポッサも出せるけど、あそこの真ん前どうするかだな。1の1か、まあ、攻撃されることはないと思うから
りあえずこれで一旦行くか。うわ、サナギになってもしょうがねえわ。マジか。ビーバー。ちょっともう勝てねえな。進化したところでだったな。黒ヤギここで使うか。捧げてもしょうがねえんだよな。まだ耐えられるんだけど、あと1か。倒す手立てがないね。ちょっとね、もうやることがないわ。できないわ。あれ、トラップになった。ちょっと強力なカードが来なかったな。召喚していいけど、いやー勝てねえな。無理だな。貿易作ったからって言ったってたな。ちょっと勝てないね。しようか。このトラップどうにかしたいけど、さあ狼の皮になった。狼が来たか。狼は攻撃受けるとその場に尻尾が生み出されて右に移動するんだよね。ビーバーがやられちゃうな。もうトラップのところは無視した方がいいね。トラップ経由で攻撃するんじゃなくて、これを生贄に捧げてここに出す。ここは狼の皮でしのぐ。でガラガラヘビか。これはちょっとターンシールで待ちましょう。よしよしよし、削れ削れ削れ。よし、これ攻撃した敵をが倒されちゃうから、別のダメージに与えると死ぬってことだから、リスでガード。え、死なないの。血が与えないと死なないってか。ここでヤモリ。狼がやられた。よし、あいつ食らった。やばいね。ガラガラヘビを召喚すればいけるでしょう。トカゲ。ここはガラガラヘビで押しましょう。終了。よし、あとちょっと。親玉。これはこのままもうターン終了でいけんじゃない。1回目だよこれで。あまりにも早すぎるぞ。ちょっと待って、何これ。いや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 、飛行属性持つんじゃこれ
え？そんなチート取り出されちゃうさ。いや、倒しきれねえんだよな。倒しきれないんだよね。どうしたもんか。ワンパンされちゃうよな、これな。川で耐えらんないよな。うーわ、どうすかな、この状態だろう。レッドは強力なカードを引ければ5か。まずこのカードで待てよ。親玉の効果は隣接する生物の攻撃1得るんだよね。ってことは、あ、でも1点突破した方がいいのか。いや、もう勝てねえだろこれ。どこかを1点突破と思いたいんだけど、 HP6 か。え、だからそのために、あ、もう1匹必要ってことか。親玉は出せるでしょ。5になるんだけど、いや、きついわ。いや、そうなんだよ。いや、勝てねえ。これよ。勝てねえよ。エルクいてもだな、召喚できないな。敵がチートすぎた。勝つ方法ある？あれ、あれ勝てねえよな。一点突破 HP 増やさないと無理だな。クリアするの目的じゃないかもね、やっぱね。はいはい、死んでないでしょ、分かってますよ。これかい。落とせ。あ、形見を残そう。死のカードだ。コストを引き継がせるカード、コストね。骨にでもしようか。攻撃力と体力、いや微妙だな。全然だわ。印を引き継がせる。印を引き継がせるか。名前を聞いてなかったな。これはどうしよっかな。君の名前って言ったってレッドカードじゃねえんだよな、もうな。まあいっか、レッドというカードにしよっか。
真のフィルムか。ヒントがいろいろ出てきますね。釣り人からの贈り物だ。彼は先ほど敗北し、その汚名を返上したがっている。このフックは強力な。私のカードを1枚盗むことができる。ほう。あの下劣なカメムシが中に入り込んでいるな。だが、くまってしまった以上、外すことはかなわぬ。これ何なんだろうね。リス、カササギ。ここ開けたもんね。何か意味あるかな。初めからもうもらうよ。もらえるもん。これ動かせないね。火消しちゃったし。あとこれをクリアできれば、いいんだけど、動かないんだよな、これな。2だよね。これやっても2だよね。これなくしても3だよね。うん、この1は必要だよね。この3が、これ難しいんじゃない？これね。これが動かないし、これ入れちゃうと普通に2でしょ？で、減らすと、減らしても2か。これで3で、これ入れても2になってるでしょ？トカゲの尻尾は厄介だな。トカゲこっち来ないんだよな。これ動かせないの？これ外れないのか？これ。それだよな。多分ここを解除すれば何かヒントになるんじゃないかなと思うんだけど。ここにも何も変化なし。これは？これも動かないのか。リスか。ここなんだろうね。何もできないんだよね、ここね。あ、これも外れないね。で、ここ本でしょ。この時計の謎も今のところわからない。しょうがない、やっていくか。特定の君が好む部族から決めるのだ。え、狼にしよう。そういうこと。次、老齢の女性が多くの木の声が姿を現した。彼女は複雑な木彫り細工でを慎重に並べ置き、そっけない身振りでそれらを指さした。選べ。クジラ、白物だ。しかし彼女との出会いはこれが最後でないと君は予感している。やっぱ徐々に強くなってくよね。
小狼か、1か。1を耐えられる。おこじょ出しておけばいけんだろう。ウシガエル、ウシガエルはまだいいか。うん、親玉か、1か。1ならウシガエルでいけるだろう。そろそろ強めのカードが欲しいところ。このままターンエンドでも3か。敵削っちゃおう。檻の中の狼で何か秘密があると思う。それはね、思うよ。あそこら辺の取り出せないのが何かだよね。先に進めば分かるものなのか。昆虫、狼系でいく。ブラッドハウント退治する場所に移動する。これまた木彫りじゃない。あ、カラスってこれ飛行ってこと。トーテムが完成した。あ、鳥類か。ダメだよ、それじゃあ。潜水の印が君の出した全ての鳥類につけられるようになる。あ、そういうこと。新しい要素ですね。バードか。失敗したな。狼とかにすればよかったな。コヨーテが2か。50なら耐えられんな。うん、50なら耐えられんな。あのスズメをどうにかしたいけどね。うん、でも倒しきれないからな。で、一旦ターン終了かな。リスを引いて、ウシガエル、よし。やられたな。1か。1なら、あ、でも牛があるじゃ意味ねえか。まあこれで時間稼ぎしてもらって、そう、どうすれば檻壊せるのよ。何か壊すものが欲しいよね。炭鉱のマークだ。脅かすんじゃねえ。あんたと俺が会うのはもっと先だろうが、まあ、俺はギャンブルが好きなんだ。
どっちを砕くか教えな。はい。畜生、金は出なかったが。あんたのもんだ。カードもらえるイベントですね。あ、出た出た。選ぶのはあなたよ。僕が行くよ。フラットハウンド。ウチガエルでも行くか。あんましつけても意味なさそうだけど。カパン通りたいね。ああ、モグロとロングホーン。蜂の巣は？方向に押される。蜂の強さは攻撃1、体力1、飛行1。ターン終了時に移動するっていうなら、こういう使い方かな。横にずれる。あ、違った、間違えた。完全に使い方間違えたよ。ほい。エルクが移動すんだよな。ちょっと一旦ここに置いとこうか。そう、そうなるでしょ？そうなると思った。で、横に動くでしょ？リス置くでしょ？ほい。結果が見えてきたな。そうね、耐えられるかっていうと、アイテムこれしかねえんだよな。勝てないよね。倒しきれないんだよこれが。強い。支払いたいコストは君が決めるんだ。骨。アイテムかな。ターンスキップ。あ、2つしかないのか。出た。炭鉱夫。人混みの姿を現した。よし、来たな。そうだね。よ、そう、そうよ。これ、スモーク何これ。置いといて。どうすっかな。あのロバしばけば確かにいけるんだよね。どう戦う。コヨーテは2だから攻撃はできないし、骨もないでしょ。骨が4個手に入るなら、
一旦ちょっとこれで、よし、ロバを倒すぞ。で、こっちとしては引くか、リス引いてここに置いとけばいいんじゃない。天秤が傾くでしょう。リス置いて紐と彼氏カードが出てきたと。ここで焦っちゃいけないんだよね。一旦はこれで耐えてればいいよ。大丈夫大丈夫。リスカード取っといて。一個消えたでしょ。問題これよ。カードで次の準備をしなきゃいけない。骨カードが地味に少ないな。さてこっから HP3 あるんだよね。3を削れるカードがないんですよ。蜂の巣は扱いがむずいな。召喚できるキャラがコウモリが2でしょ。リス引いてリスとリスでまずブラッドハウンドを召喚。こっちはコウモリ召喚。リス引いて、よし、あれ使っちゃってよかったの？俺も使っちゃおうか。じゃあはい、狼カード使って、ほいほい。君の命は回復されたと。ここまではいいんだよな。ああ、モグラ。デュース。自らのチャイム？隣接する空いた場所にチャイムが1枚生み出される。チャイムの強さは、ああ。生贄に捧げても死なないタイプね。飛行でこれだけどさ、まあ防衛マンだけど、モンスター大量召喚で子供13号とかにするか。ってことでね、
とりあえず今回はここまでかな。これ結局あれですね。釣り人になるわけですけども。アイテムがなくなったと。条件満たさないと。これだよな、これ。ここら辺をどうやったら引っこ抜けるかっていうとこですよね。あとこの時計の謎。この3つの時計が何を意味するか。234でいける？あれの273でいける？なわけないよね。長身を。なわけないよね。この時計の謎がちょっとわからないですね。これにも何か意味があるのか。ここが開かないでしょ？他クリックできるとこなし。これをどうにか助けたい。相変わらず歯は毎回もらう。これを回しても何か意味があるかっていうと、ないんだよね。あと、このリスのこれ。何かをここにはめればいいんだろうけど、なんだろうね、この謎のもの。というところで、今回はここまでにしたいと思います。多分ね、プレイをしていく中で、こういった謎解きをしていく感じだから、クリアが目的じゃないんじゃないかな。多分ここが目的だと思うんですよね。そのためのゲームやりながらのいろんな要素が追加されていく中でヒントを得て、こういった謎解きをして、クリアしていくんじゃないかなと思うんですけど、どうなんだろう。さっきここにあったアイテム使えないぞって言われたよね。ここにハンマーとかあったら、使えんのかなとか思ったけど、まあそんな感じでね、これからも徐々に徐々に、ちょっとこの謎解きね、なんかできるかどうかは調べておきたいなと。まあ調べるっていうか、ちょっとここでね、ちょこちょここうやって挑戦、いろいろいじくってね、やってみたいなと思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。